皆さんがそうやって言ってくれるんですよね、その厳しい状況でって。だから本当大変な時に来たんだなって改めてね実感してるっていうのが、まあ、本音ですね。で、まあ、それだけにやっぱ責任あるなって。ただ性格的にはそういう中でもやることをやるだけだっていう、ね、淡々とやることをやるだけっていう、ね、うん、でこうより良い姿にしていきたいなって。魅力ある作家したいですよね、うん、たくさんの人がそのジュールの作家楽しいなって、まあ、魅力があってこう、まあ、ユニークでかっこいいクラブとそういうふうにやっぱなりたいですね。愛されるようなクラブね、うん、でかっこいいとか強いとか楽しいとか、それを厳しさを持ってやるっていうのは本来のジュビロってそういうクラブだと思うから、初めて練習見た時にあなんてこうぬるいんだと思った、うん、こんな姿じゃないって。一方ではポテンシャルすごいある、選手のポテンシャルある、もったいないと思った、うん、だからやっぱり選手もそれは気づいてる、それぞれ気づいてるところですし、コーチングスタッフもそれぞれ分かってるところだから、分かってるんであればもう一回みんなで力を合わせてその基準を上げようよっていう話ですかね。一つはっきりしてるのはその選手のポテンシャルはあるってことです。もちろん若い選手だけじゃないですけども、若い選手はすごくこうポテンシャル高いですし、その場を与えたらきっともっと活躍するんだろうなっていう選手もいっぱいいますし、その選手たちが奮起することでこの、まあ、苦しい状況をなんとか打破して、うん、次につなげたいなって、そういうことは選手に伝えてますし、うん、まあ、大きいチャレンジだなって思います。まあ、J2 という舞台になってしまいますが、まあ、一戦一戦大切に戦って、で魅力あるサッカーをこのピッチで展開して、そして結果を出して一日も早い J1 復帰、まあ、1シーズンで J1 復帰して J1 で結果を残すクラブ、それがジュビロ磐田であるようにベストを尽くします。たくさん楽しみにしててほしいなと思います。